小森さん、タモお願いしていいですか。小森さん、小森さん、これになんか山ミミズの熱いやつ。山ミミズがいいんですか。いやね、僕はね、ダウンショット、ジグヘッドで僕もやるんで、はい、釣り子さんには今日はボトムでネコリグやってもらおうかと。はい、ちょっと秘密のワームがあるので、はい、その使い方を、はい、この間ちょっと動画で解説させてもらいましたけど、はい、まあちょっと実調してもらおうかと思いますので、山ミミズのあのストレート系の、そうです、はい、で丁寧なタッチをしてもらうんで、はい、マス針ノーガード、ノーガードで、ノーガードでいきます。やっぱりね、あのノーガードセリフ有効な時はね、はい、モガイド使った方がいいです。針は MS、 MS の8番、まあ MS8 ですね、はい、8番って結構小さめの針で、8番がね一番スタンダードかなと。まあ6番を使うところを8番にしてもらいたいと思ってるんで、はい、8が一番使いやすいところに一応合わせてます。はい、池原とかヌナイルとか行ってでかいのそういう時も僕ずっと8でやってるんで、そういう関西の本格デカバスフィールドでも8番で戦っちゃってる、はい、全然8番ですよ。もっとちっちゃい、僕の例えばこれじゃない、あのスモールマウス用のやつとかでも8番で、全然折れないんで、はい、全然大丈夫な感じですよ。小森さん、そんなにドラグも必要最低限あればいいって言ってたんですけど、それでも全然あの60とか取ってるじゃないですか。はい、あれはどういう秘密があるんですか。あのね、ドラグ性能、ドラグ性能ってよく言われるんですけど、そのまあ一つはフィッシングショーとかでリールビーって引っ張ってみて、ドラグ性能の何が分かるのか僕には全く分からないです、はいはいはい、昔は確かにね、引っ張ってみたりこうやって回してみたら引っかかりがあったりとか、はい、ちょっと重たいドラグっていうのはすぐ分かったんですけど、はい、最近はそんなの分からないぐらいどのメーカーもよくできてます、はいはいはい、で、まあ初期摩擦係数、はい、要は最初の一番最初にかかる摩擦が軽ければ軽いほど、はい、止まってる状態から最初のギュッっていうのが出れば、一発目の突っ込み切られる心配はなくなると思うんですよ、はい、そこはすごく重要なんですけど、はい、そこに関しても比較的どのメーカーのドラグもしっかりできてます。でじゃあどこ見るかっていうと、継続的にずっとドラグ出てる中に引っかかりがないかとかなんですけど、はい、結局糸が水に浸かって巻き込んでくると、はい、まあ、使ってる時にグリスがどう固まってくるかっていうのもあるし、そのケースバイケースなんですよね。だから本当にドラグを、まあ僕がですよ、ドラグを重要視するとすれば、まあ自分が思ったように出ていってるかどうか、糸出そうと思ったら回したら出ていく、はい、糸出したくないと思ったら回したら閉まる、それがちゃんとできてなかったら操作できないじゃないですか。締めてもザーッてしちゃうよ、魚取れないし、あとはちょっと回したりでカチッてしまっちゃったらもう糸出ないって切れちゃうし、そこをまあ強く弱くできるのを自分の感覚でできれば、それがいいドラッグだと思ってるんですよ。だから、あるメーカーのドラッグがすごくいいとか、あるメーカーのドラッグがいまいち信用ができないとかよく言ってる方いるんですけど、僕はその話自体が信用ができない。ドラッグも基本的にはある一定水準以上は何使っても一緒かなと、まあ、こう言っちゃうと自分の中で今年のこのリールはドラッグが最高ですよなんて言って宣伝しにくくなっちゃうんでほどほどにほどほどにとは思うんですけど、でも実際そういう考え考えですね。後ろほどきました。まだです。じゃあこれまずネコリグでやりましたんで、はいはい、山ミミズのネコリグでしてください。はい、後ろほどいてください。はい、あ、ヒットしました。迷惑な迷惑な釣り口だな、迷惑な YouTuber が乗った、はい、じゃあ、セットします。はい、釣り口 TV です。小森さんに殿下の宝刀コンクルージョンとゼノン、これゼノンね借りたんで、これでちょっとダウンショット小森さんおすすめポイントでやってみたいと思います。あのただ、おっしゃ、すげえ。俺の辞書にノーフィッシュなんて、いやいや、もう時間的に無理だと思ってました。ちょっとわ、セクシーシュリンプ
すげえ。それはちゃんとキーパーサイズですよ。おお。広がらないけど、まあ27、28ありますね。アンケートそんなもんでしたもんね、今。今、うん、でも丁寧に、すごい、取りにかかってるのが。なんかそういうところを全部打っていけば、僕は絶対釣れると思ってるんですよ。はい、はい。月切でそれもできたんですけど。はい。突き切れてできないときにイラっときたんですよ。できねえよ、この角度でキャストされたらそれがと思って。言ってくださいよ。いや、どうやってやったか思い出せなかったですよ、自分が。田中さん、こっちって。キャストしてから引っ張ってたから、ルアー落としてたけど、でも、ルアー落としてって言っちゃうと、二人で絶対釣りできないし、あ、ガイドのときどうやってたっけって思っちゃったんですよ。はいはいはい。思い出せなくて。はい。ガイドのときお客さんに落として、ここに落としてくださいってやってたなって、ちょっと思い出したんですよ。はい。で、ここから引っ張っててください、はい、その真下でやるとワームがやっぱこうなっちゃうから、はいはい、横にちょっとテンションかけてやってバランスを取って、はい、ちゃんとロールしてっていう、まあ、何箇所か打ってきて、これでは多分魚触れるので、これじゃガイドできないじゃん。でもやっぱ冬場の一匹はあのサイズで十分っすよ。今日あたりあれ大会で5本の指に入ります。今日だったら本当、まあ、シャローで巻きとかで釣れてなければですからね。朝の雨タイミングで。だったら全然いいよ。おっしゃ、来た。ああ、抜けた。してるじゃないですか。いや、今の入ったな、一瞬クイクイって。多分小さいバスですけど、はい、小さいですね。そうっすね、クイクイって今2回お辞儀したんで、はい、ありでしたね、今のゼノンフィッシュ逃した。やっちゃった。これさ、これを寝コリグにしたらダメですか、はい、いいと思います。あ、いいですか。時期的に今のマッキーダウンショット辛い時期だから、はい、超ショートリーダーのマッキーダウンショットにするか、はい、それとおかげの普通のオフセットでも釣れなくはないです。寝コリグだと動きすぎちゃいます。これだったらボトムもズル引きくらいの感覚でいいですよ。で、今のさっき小森さんが釣ったサイズを狙っていきたいんですけど、もっとでかいのも釣れます。僕だって年末最後に一回目先のもうちょっと浅いところですけど、まあしょうがお、来た来た。小森さん、タモお願いしていいですか。小森さん、バシバシお願いします。これバランスで飛ぶ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 、よっしゃー、やったー、やったー。小森さん、ありがとうございます。おめでとうございます。初バス釣れました。初バスですか。これもうすごいっすね、コンクルージョン。あ、 64LS と、はい、アブの新作のゼノンですね、はい、これ。しかもそれワームもまだ見せちゃいけないやつですか、ね、そう、こっち見せちゃ、映っちゃダメなんですよね。はい。ゲイリー山本の山ミミズっていう、はい、新しいワームで。全部僕の、使って釣りました。コンクルージョン最高っす。1月でこんな寒くてもう無理だと思ってました。釣り子さんの初バスです。2021年始まりました。おめでとうございます。ありがとうございました。じゃあ逃がします。はい、じゃあ後でまた竿とリールの話をじっくりとしてください。はい、2021年初バスは山ミミズ丸のみ、やったー。ゼノンとコンクルージョン、じゃあ逃がしてあげたいと思います。はい、というわけで、小森プロにね、徹底指導していただいて無事に初バスを釣ることができたんですけども、このゼノンっていうね、リールの使い心地、これね、実際に触らせてもらったんで、最後にまとめでね、喋っておきたいと思います。まずね、巻き出しが軽い、スーってね、回る、こんな感じでね、今動画でも出てると思うんですけども、なんか指でチョイーンって触るだけでスーッ
って回る、あとねドラグの滑り出しが非常に良かったなぁなんていう印象がありましたよ。そんでもって、今回はですねコンクルージョンの64の番手ですね、6.4 フィートで、で結構柔らかい番手のね、竿、これをねセットでお借りしてやったんですけども、最初ねダウンショットでずっとレッグワームとかあとストレーターとかですね、やっていたんですけども、ちょっとねまだ細かいところまで見せちゃダメっていうことで、まあアップの映像とか映せないんですけども、ツッタルアは、ゲイリー山本で2021年に出ると言われているですね山ミミズっていうストレートワームで釣ったんですね、これはですね非常に癖がなくて使いやすい、もう何でもオールマイティに使えちゃいそうだなーなんていうね、そんなイメージがあったんですけども、非常にね小型でまあストレート形状で癖のないワーム、それをねこのコンクルージョンの64の竿で使ってみたんですけども、このゼノンのね軽い、巻き心地と、あとボディ自体も結構軽いんですね。コンクルージョンとゼノンの組み合わせでそういう非常に軽いネコリグをちょいん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 とね、慎重に操っていたところ、コン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 とね、バイトが出たっていうね。で釣り上げてみたらねなかなか、コンディションのいいバスだったんで、非常にね、印象深い2021年の初バスということになったんですけどもね、今年はフィッシングショーがなかったんで、小森さんにね無理言ってお願いして、まあちょっと今年出る、まあ、新製品っぽいので釣りさせてくんないかなっていうことで、このゼノンとねコンクルージョン、そして、ゲイリー山本の山ミミズ、この組み合わせで投げさせてくださいなんていう感じでね、やらせていただきました、非常にね、釣りやすい真冬のブラックバス攻略にはなかなかいい組み合わせじゃないかなっていうことで。ね、でこの12ヶ月、亀山湖攻略シリーズね、まあスケジュールが合えばねどん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 精力的にやっていこうと思うので、気になる人はねぜひねグッドボタン、あとチャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録していただければななんていうふうに思います。一応ね打ち合わせの段階では2月ではあんなワームやあんなプラグで釣ってみたいねということでね、打ち合わせはしておりますので、また、小森プロのですね、スケジュールを聞いて、トライしていこうと思います。また、こういうね、今後出てくるであろう最新タックルなんかもね、無理やり小森プロからお借りして、そんで使い心地なんかもね、実況動画の方でお伝えしていければななんていうふうに思いますので、ぜひぜひご期待ください。というわけでね、ちょっと情報量が多くてね、何回かに分けてお送りしてきましたけども、12ヶ月、亀山攻略の1月編ね、2人とも連れて無事大縁談ということで、ぜひぜひね、またご期待ください。というわけで、釣り子 TV でした、また会おうぜ。コンクル